立ちず歴史的シリアにあたる領域が含まれている。歴史的シリアは大シリア、シリア地方とも言われ、現在のシリアアラブ共和国及び、レバノン、ヨルダン、パレスチナ、イスラエルを含む地域の歴史的な故障。西は地中海に面し、北は現在のトルコの一部、東はゴラン高原などの山地を挟んで、イラクと接し、南は航海及び、 アラビア半島に通じる。イスラーム勃興時代からアラビア語でシャーム地方と呼ばれた地域はほぼこの範囲に該当する。なお、このシャームという単語は単日中海の東部沿岸地方のみを指したり、シリアの首都ダマスカスを指す場合もある。ヨーロッパではレバントとも訳される。考古学によれば歴史的シリアは人類文明が早期に芽生えた土地の一つである。 1975年に発掘された古代都市、エブラの発掘調査によれば、紀元前2500年から、紀元前2400年にかけて、南の航海から、北はアナトリア、東はイラクに及ぶ悪化度が広がっていた。当時のエブラの人口は、26万人に達した。研究者はエブラで話された言語は、最古のセム語であると考えている。時代により、カナン人、 フェニキア人、ヘブライ人、エジプト人、アラム人、アッシリア人、バビロニア人、ヒッタイト人、ペルシア人、マケドニア人、ローマ人、ナバタイ人、ギリシャ人、ムスリム、十字軍、モンゴル人、テュルク人によって支配された。歴史的シリアはまた宗教にとって重要な役割を果たした。古代末期に築かれた港町アンティオキアはシルクロードの生誕として、 地中海貿易の拠点であるだけでなく、ユーラシア大陸における東西の交易路の拠点として、繁栄した。第一次世界大戦の後、オスマン帝国は解体され、1922年国際連盟において、シリアをイギリスとフランスの2国が分割、支配することを決めた。イギリスは、トランスヨルダン地方とパレスチナ地方を奪い、フランスは、 現在のシリアアラブ共和国及びレバノンを奪った。フランスが植民地に組み込んだ地域はシリアの名前を継承して1941年に独立を宣言したがすぐには承認されず1944年1月1日国際的に承認された。フランス植民地時代にアンティオキア周辺の北西地域はトルコに割上され現在では トルコの破体圏となっているが、この地域も歴史的シリアの一部である。ありがとうございます。